ポイ活してますかセコムはしていませんが、ポイ活はしております。僕ね、昨日からですね、新しいポイントのアプリ、ポイ活アプリをインストールしてダウンロードしてやってるんですけど、これめちゃくちゃいいのでご紹介させていただきます。もうね、結構ね、1900万ダウンロードされているのでご存知の方もいらっしゃるかもしれないですけど、僕はやってなかったんで、まあ僕と同じように、 やっっっててなかったっていう方はねこの機会にぜひやってみてはいかがでしょうかと。まあ、このトリマに、トリマっていうアプリなんですけど、まあ、ここにね、書いてある通り、移動するだけでポイント貯まりますっていうところで、いや、僕結構移動するんでね、最初から入れとけばよかったなとは思うんですけど、<laughs> 乗り遅れました。時代に乗り遅れました。これから挽回しておこうかなと思うんですけど、<laughs> こう、すごいですよ。徒歩でも自転車でも車でも電車でも、もうとにかく溜まります。で、こう、溜め方なんですけども、 僕もね、昨日始めたばっかなんで、あんまよくわかってなかったんですけど、わかってきたんでご紹介するんですけど、まあ、このゲージっていうのがあります。ゲージね。で、最初3つこのゲージっていうのはもらえます。デフォルトで。で、今これ100%になってると思うんですけど、この100%になったらここがタップできます。ここの移動しました。移動すると徐々にこう溜まってくるんですよ。だから、車、まあ、車運転しながら見るのはちょっと危険かもしれないので、まあ、自己判断でやってもらいたいんですけど、 ま、その、映し、トリマーのアプリをこう起動して見てると、移動、車でね、ちょっと、なんか、見てると、ビーって溜まってきます。で、溜まったら、ここをタップする。ここをタップすると、マイルがもらえます。で、二通りがあって、あの、CM っすね。CM を見ると、 あの60マイルプラスガチャガチャでプラスなんかガチャ引いた分だけもらえるみたいなのがあります。ただガチャガチャも外れもあるので外れた場合はまた CM を見るみたいなのをやっていくと必ず当たるっていうとこまで行ったりとかします。だそれは何回も CM 見ないとダメなんですけど。で、CM 見るのめんどくせえっていう場合はこれをタップするとすぐ15マイル獲得できるっていう感じですね。だから移動するとゲージが溜まります。で、ゲージが溜まったらすぐこれを交換していく。 って感じですね。ゲージが溜まったら。で、このゲージっていうのは、この持ってるものしか溜まんないんですよ。だから今僕3つありますけど、3つ溜まったら、3つ溜まった状態で移動しても溜まらないです。もう溜まってるからね。だから、あの、ま、早く、この溜まったら交換する、溜まったら交換する、溜まったらゲージが溜まったら交換する、溜まったら交換するっていうのはやらないといけないんですよ。で、移動距離が多い人とかは、このゲージすぐ溜まっちゃうので、ここをね、 ゲージ10個、この、なんかタンクをね、10個まで増やせます。で、それは1万マイルあると、これを1個変えるので、マックス10個までいけます。だからプラスあと7個ですね。今、デフォルトで3個もらえるので、プラス7個まで増やせます。だからまあ、移動すごいするよっていう場合は、まあゲ、これを増やしてもいいかなと思います。で、僕はまあ、マックス10個までします。移動が多いので。で、まだこの、トリマやられてないっていう、 場合は僕の紹介コードありますので、この紹介コードをインストールし、あインストールするときに入れると5000マイルもらえるので、えー、どうせ始めるんだったら5000マイルもらって始めていただくといいんじゃないかなと思います。はい。で、僕自身もこれ始めるときにあの紹介していただいて、ここのね、紹介コードプラス5000ってありますけども、僕も紹介してもらってで始めてます。 だから紹介コード入れた方が5000マイルもらえるので、やるんだったら、まあ、ぜひやっていただくといいと思います。この YouTube の概要欄にも入れときます。で、僕、あの、昨日から始めてるんですよね。10月、今日10月7日なんですけど、昨日から始めました。なんだけど、今、5万8000マイル溜まってます。ね、5万8000マイル。で、なんでこれだけが溜まったかっていうと、えー、トリマの場合はですね、ここにあるように、 あの移動するだけでこういう風なポイント、ポイ活もできるんですけど、まあミッションみたいなのもあって、これをやる、ここでも結構いろいろマイルもらえるんですよ。で、僕が昨日やったのが DMMTB っていうのをやりました。これ5万400マイルもらいました。500、5万400マイルね。結構大きいですよね。だからそれが上乗せされてるって感じですね。で、これは DMMTB の30日間無料試しみたいなやつですね。 はい。で、まあ、気に入らなかったら解約ももちろんできるみたいなやつなんですけど、まあ、DMMTV のやってみました。はい。だから他にもね、いろいろあります。クレジットカードもあるし、まあ、いろいろあります。めちゃめちゃ。だからそれはね、だから移動以外にも、なんか、まあ、いっぱいあるので、まあ、いいんじゃないかなと思います。で、あとはこのマイルなんですけど、このマイルを貯めてって、最終的に、まあ、ここの、 こういうポイントに、こう、そのマイルを変換していくっていうことをやるって感じですかね。うん、はい。で、えー、なんだあこのマイ。このマイルってよくわかんないじゃないですか。で、えっ、ー、と、1万円で100円か。うん。1万円で、だシャバの金額っすね。シャバの金額で言うならば、1万円が100円みたいな感じかな。確か。 なんでこれ多分500円ぐらいですね多分今5万なんで500円ぐらい貯まってんじゃないかなっていうところですだからその結構そのマイルは見栄えがいいんだけどシャバの金額にするとそんなにまあなんだ還元率はいいかっていうとあんまり良くないかなっていうところはありますけれども移動するだけでもらえるので まあ、しょうがないし、いいんじゃないかなと思います。正直、このマイルに対してのポイント還元率は、なんかその、1万に対して100、1万マイルに対して100円ぐらいの換算なので、そんな大したことないですけども、まあ、移動してるだけでもこうできるわけですから、まあ、いいですよね。うん、普段だったら移動したら何ももらえないわけじゃないですか <laughs>。全部、要は、ほ、ほとんどなんか時間を、なんかポイントに変えられるみたいな話なんで、まあ、これ、まあ、 これももうちょっとやっていこうかなと思います。で、特にその、なんだ、勝手に溜まるんで、本当に。<laughs> いいっすよ。うん。そう。はい。ということで、まだ入れてない方はですね、この YouTube の下にも入れときますので、ぜひこの機会にやってみてはいかがでしょうか。まあ、これ、これもね、またなんか動画をちょいちょいその撮ってこうかなと思います。うん。 だ僕の場合は、とりあえず、まあ、ゲージをまずか、マックス買おうかなと思ってるんで、これ、まず消えていくと思うんですけど、あと7個、だから7万、1万マイルで1個買えるので、7万だったあと7個か、買えるので、まずそれ買ってから頑張ります <laughs>。ま頑張るっつっても、まほとんど放置プレイですからね。うん、ま移動する、か移動全然しないよと、引きこもりで移動しないよっていう場合は、ま正直意味ないですけど、 ま、出張とかある人とかめちゃめちゃいいですね。出張とか僕ね、あと、あれです、長距離運転手やばいっすね。だから車で営業職で車で移動しますよとか、トラドライバーですよっていう人はもうめちゃくちゃいいでしょうね、これ、ね。<laughs> いや、本当にあの、車運転される方とか移動される方、電車使うとか新幹線使うっていう方はマジでいいんで。 あと、ま、日々自転車でなんか買い物行くよとか、ま、徒歩もそうですけど、いや、長距離運転手の方はね、めちゃくちゃいいと思いますこれ絶対入れた方がいいと思いますね。長距離運転手まで必須だと思います。絶対入れた方がいい。うん、めっちゃすぐ溜まりますね、たぶん。はい。ということで、まだやられてない方はね、この YouTube の下に、えこちら入れときますので、えこちらね、コピペしていただくなり、ま、手打ちで入れていただいてもいいですけど、ここの紹介コード入れると、 5000マイルもらってスタートできますんで、この機会に始めてみてください。はい、では終わります。ご視聴ありがとうございました。